はい、どうもリケンです。ズミンです。それ合わせてアブラシュフダブラルです。お願いします。はい、ということで本日は9月振り返り はい、毎月のこの時期です。はい、恒例企画でございます。はい、早速じゃあやっていきましょう。チャンネル登録者数、はい、9月チャンネル登録者数、はい、356人です。ありがとうございます。ありがとうございます。356名のダブラーの皆様がはいおります。いますということで、はい、年内、1000人です。1000人まで目指してるんで、あと大体644人です。です。つまりこの1年間ここまでの間で僕らも356人の倍以上をこの2ヶ月で取らなければいけないということで、かなりね追い込まれてるダブラー。2ヶ月、3ヶ月か計算的に大丈夫、追い込まれすぎてちょっと頭がね、はい、っ打ってますけど、もしまだチャンネル登録してない方がいたらぜひね、あなたも今日からダブラーということで、そうですね、もう 今この瞬間にチャンネル登録をしていただいて、はい、そこをお待ちくださいって感じなんですけど、はい、で続いて9月のね、はい、動画の振り返りをやっていきましょう。まあ何より生配信やりましたね、9月はね。9月一番やっぱり思い出深いというか、はい、思い出深い、残ってるのはやっぱり生配信、はい、まあ、2人でのここでね飲みながら雑談っていうのと、私がソロでね、1人で夜雑談するみたいな生配信を不定期でちょっとやってて、はい、ありがたいことにコメントもたくさんいただきまして、毎回楽しい時間を私たち過ごさせていただいております。ありがとうございます。今後もね生配信定期的に、定期的に不定期にやっていこうと思いますので、どういうことなんだけど、だからぜひね遊びに来ていただけたらいいなと思ってます。特にさ、妻の夜遊びは本当、唐突に始まるときは、唐突に始まることはあるだよね。妻の夜遊びに関しては動画とは毎日上げてる夜8時の動画とは別枠にしているので、急に始まったり、もしかしたら今後作業配信みたいなのもねあるかもしれないなみたいな感じです。で、2人でやるその飲み雑談とかは8時からしっかり枠を取って枠取ってっていうか、8時から大体3時間4時間ぐらいかなはいますね。夜来れないよって方もいるかもしれないんですけど、アーカイブはね残しておくんで、ぜひそちらをね見ていただければいいかな。アーカイブへのコメントもね、お待ちしますので、はい、お待ちします。今回9月はそれと、あとはね、動画で言うと食べ物が多かった。食べ物がとにかく多かった。うん、なんか結構本当にいろいろ食ってる。まあ、やっぱり本当にいろいろ食ってる。本当にいろいろ食ってる。例えば天方麺。天方麺美味しかったね。そう、信州のね、ラーメン屋さんの。美味しかったんですね。あれ美味しかったし。天方麺美味しかった。そしてジンギスカン祭り。ジンギスカンもね、これねイノシシとしか食べ比べました、ね。食べ比べしました。美味しかった。あとは特上カップヌードルとか。あ、特上食べたわ。そうだそうだ。今月ですよあれ。あれ今月なんだっけ。今月でございます。いやもう早くさ、また買わなきゃ。なくなっちゃう。だって月見ファミリー、あ月見、ね、マックのね月見のやつをやりました、月見食べましたね、美味しかった。月見もすごいな、本当になんか本当に食べ物ばっかりよ。ゲーミングカップヌードル、あと山帽子、山帽子、はい、ゲーミングも食べた食べたでしょ。あとブッチブッチです。ドッグフードのブッチも食べましたよ。いろんなもの食べてる中で急にドッグフード出てくるって面白いよ。そう、美味しいよ。でもね、我々やっぱりその食べ比べ夫婦なんで、はい、やっぱりねそこの家族の一員であるね颯にもね食べ比べてもらおうということで。でも寝てます、お昼寝てますね、はい、今お昼寝タイムなんで寝ておりますけど、はい、ね、そういえば颯って思い出した、はい、10月に上がる動画でこの犬種の話をやるのでそれで急に変わっちゃってるんだけど、そうだ、あれなんか謎のカラーボックスではなく、カエテのお家がねちょっと新しくなったんですよね。ちょっと前後しますけど申し訳ございません。はい、あとはね、ハヤテ関係で言うと、シャンプー、あシャンプーしました、ね、ハヤテ初シャンプー、これやばい、これいや、トリミングサロンとかね、ほらお願いしますって預けてるから見たことなかったからさ、まさか濡らすとあんなになるとね、思わなかった、本人もびっくりじゃん。本人もびっくりで、そうだよね。あとはですね、謎解きチャレンジということで、脱出みたいな、そうだ、新作やるわって言って、ちょっとなかなかまあタイミングつかめず、そうですね、まあ多分10月には多分出せるんじゃないかなと思ってる。そうだね、早くやりたい、ね、やろうって、私が仕掛け人だから解くのは龍拳なんだけど、そうなんだよね。いやでもね、 WR この脱出ゲームはねちょっと楽しいなって思ってるんで、いいですね、楽しむのがいいんですね、できたらいいかなと思っております。ってな感じですかね。大体こんな感じ、はい、本当ね、この9月はね、その生配信とか、そう、生配信でも飲んでたりして、飲んでますね、飲み雑談って感じだった。ほんと食ってばっかなんで、そんなんで大丈夫か、目標よ、やばいやばい、ここにあるだよ、これちょっと4つ見えますね、見えますね、はい、その辺の話をちょっとね、次に行きましょう。はい、抱負振り返り、はい、抱負振り返りということで、もう早速まずは体重ですね、うん、体脂肪率いきましょう。リュウケのね、9月の体重、はい、55.9キロ増えてます。
55.9? そう、前回が 54.6 なの。あ、そうだ、先月減ってるわ。先月減っちゃってんだけど、うん、今回増えてんだよね。え、それって本当に筋肉？体脂肪率 17.9% 先月 15.3% 待って、え、脂肪が普通に増えたってこと？筋肉量 43.9kg で、先月が 43.8kg つまり太りました、脂肪で。あ、筋肉量変わってなくって体重が増えたから脂肪なんだ。あーと、体脂肪率がもうマジで 2.6% 増えてると。その 2.6% は全て脂肪？脂肪、これ全部当然脂肪です。はい、ということで、りゅうけんくんね、9月ですね、はい、はい、見事太りましたね。太りましたよね。食べ過ぎましたね、さすがにね。まあでも私はね、変わってないですよ。あー、ルービーさんどうぞ。私が体重 53.9kg、うん、体脂肪率 32.1%、 お筋肉量 34.6。結構あの私何回か測ってなかったんですけど、ルーミー結構ね測ってないこと多いんだけど、まあでも一回あの 55kg のそのラインから 1kg 下がったんだよねって言ってからはずっと 54kg なの。うんうんうん、うん、で体脂肪率はあ下がってるね。だって下がった、あの5月の時 34.5% なんだけど、はいはいはい、今 32.1 だからね。そうっすね、 2% ぐらい下がってる。筋肉もちゃんと純粋に1キロ分脂肪を落としたなと思う。そうだね、あ、うん、そうだ、純粋に維持してます。あの、うん、まだ減ってません。はいはいはい。ただね、私秘密兵器を導入したんで。きた、この話してくださいよ。こちらですよ、秘密兵器。これ見てください皆さん。これね、メリケンサックじゃないですからね。これね、これですよ、ポコじゃないんですよ。これあの、ニンテンドスイッチに出ているフィットボクシング2っていうのがあって、はい、あの、こう、あのリズムのやつね、うん、ストレートとかジャブとか打つやつなんで、はい、これを導入しました。まあ、導入しないでまだ間もないんであれなんだけど、ちょっとね、これでね、私ちょっと頑張っていこうかなと思います。これやってるのおかげで今全身筋肉痛ですよ。そうですよ、私ほんとさ、思って筋肉痛でもね、ほんと最初まだやりたてじゃないですか。全然やりたてです。だから筋肉痛出てるけど、うん、多分だんだんね、こうこなしていくとね、多分だんだんそれもね、うん、あのそんなに痛たたってならないと思う。まあ、あの私リングフィットアドベンチャー挫折しましたけどねいやでも効果できるじゃないですか。なんたってね、あの声優さんが豪華なんで。声優さん豪華なんですけど、推しがいない。推しはいなくてもね、かっこいい人いっぱいいますからね。緑川さんがいる。緑川さんで、緑川さん、石田さん、大塚明夫さん、はぁ、もう俺は大塚明夫さんにね、バシバシ鍛えてもらって。だから龍拳のジム行かないと。そうだ、私は別に家の、俺はもうがっつりと、ね、でも俺もあのちょっとこのフィットボクシング、うん、あのやらせてもらったんだけど、うん、次の日マジ腕筋肉痛になったからね。龍拳でも腕筋肉痛になるっていうね。なるなる。有酸素運動とそのシュッシュっていうこの動きがさ、やっぱ全然違う筋肉、うん、こういうさ、そうこういうのと違うんだなと思って。俺ね、なんかジムとかだと大きい筋肉をあの鍛える、うん、だけどこっちって結構ね、そのなんかこう前腕とかが全体使うんだよね、本当に痛くなったんだ。そう、足もさ、こうリズム取りながらやるからさ、うん、もうなんか全身、本当に足の裏まで、うん、満身創痍ですよ、はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、趣味、今月って何かやった？今月ポケカもやってないでしょ、ワンピもやってないでしょ、うん、特に今月何してたっけ今月はね、何やってたんだろう。今月何してたの、リュウケンさん。ほんとね、飲んでるだけだった気がする違う。いや俺ね、これ太ったじゃん俺さ、思ったのよ。結構飲んでるじゃん最近ビール、はい、すごい飲んでますね。やたらビールを飲んでる、飲むようになった。今まで飲んでないとか飲んだらそれ太るんじゃないかなと私は思ったよ。それもあるかも。でちょうどそれプラスそんなになんかたくさんジム行けてるわけじゃないから、はい、うん、要は摂取量増えてるのに消費が少なくなっちゃったから増えたってだけだ。大丈夫か。だからビール飲んだらちゃんとその分走らなきゃいけない。もう走ってからビールみたいなのが大丈夫なの。まあでも気持ちよく汗かいてたね。ほんとそれだよね。だって私とそれ、あとね、めっちゃ食べるようになってる最近。足りないやってすぐ大盛りとかにするじゃん。はい、あと私が普通盛り頼んでも私が残してあげるよっていう時もあるから。あ、そう、お腹パンパンになる時あるからね、ほんとね。それのせいだね。それもあるかもしれない。はい、だから自分でセーブしましょうね、食べる量は。わかりました。はい、よく噛んでください。はい、まあ、あとはやっぱり何より僕はね、運動しようと思います。はい、頑張りましょう。はい、はい、そんな感じでね、抱負でございました。はい、400人なかなか届きませんでしたけど、うん、400人はいかなかったけど、うん、着実に前には進んでいるので。そうですね、なんかやっぱりね、生放送をやったことによって、うん、こういう新規の視聴者さんというよりも既存のね、うん、もうずっとダブルアート氏を応援してくれてる人たちとの この交流ができたのがすごく俺はね、やっぱ楽しかったし、ね、確かにそれはありがたかった、本当に。なんか今後もやっていきたいなと思います。はい、今後もやっていきまーす、はい、新規はもう本当動画で頑張って、生配信でも欲しいですけどね。まあ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 、もちろんね、もちろん、まあどの媒体でもというか、そうね、じゃあ頑張っていきたいと、まあ、ガンガン思ってます。1000人いくぞー、頑張るぞー。1000人突破、うん、目指して、うん、掛け声かけましょうよ。
掛け声。掛け声。どんな？おーみたいなノリの。あ、はい。もう1000人突破した気持ちになって。あ、そうだ。それ大事。1000人突破します。いきますよ。1000人突破。おめでとうございます。おめでとうございます。このノリかな。これちょっと薄いな。本当に1000人突破した時に、1000人突破。でも多分ね。ってならないでしょ。うわーって私なってると思うよ。あ、それはそうかもね。あ、そろそろ追い込みをした方がいいと思いますよ。追い込みはします。もう追い込みの時期ちょっと遅めですけど、遅めですけどね。だからやっぱりその何百人登録するまでリュウケイさん生配信中ずっと腕立て伏せすると思います。本当にな。本当に強制的に行かせるやつな。強制的にもうみんなあれですよ、あの1時間後もう一回来ようかな、やめてください。やばいやばいやばい。こいつ1時間後どうなってんのかな。どうなってんのかな。絶対そういう人いる。絶対そういう人いるよね。やばいじゃん。政権好き1万回とか、1万回みたいなノリで。そう、感謝の政権好き。はい、まあ、9月ね、とても、うん、本当食欲の秋って感じで、ね、まあ、食べてばっかりでしたけども、はい、これからもね、頑張って仲良く、ふふふ何を言ってんの。ふふふって笑っただけです。あ、言ってただけ。仲良くね、やっていきたいと思っておりますので、はい、変わらずにマブダチの夫婦で行こうと思いますので、今後も引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、また2023年中にチャンネル登録者1000人目指してます。応援よろしくお願いします。動画は毎日8時に更新しますので見てね。また生配信も不定期でやってますので遊びに来てね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンとルミでした。お疲れ様でーす。腕が痛い。いいね。